生を申請した外国人は1万901人で、15年に比べ3315人増加し、6年連続で過去最多を更新。このうち28名の方が15年中に難民と認定されています。先日投稿された AC インデペンデントなどの記事では、上記の事実を伝えた上で、日本の難民認定が少ない理由として、ほとんどの申請は、紛争回避が目的ではなく経済的な理由であるため、という日本の当局者の言葉を紹介し、審査が厳格であることを伝えています。ヨーロッパやアメリカと比較すると、かなり厳しい日本の難民認定ですが、欧米の方々からは、その厳しさを支持する声が殺到していました。海外の反応。ドイツの首相よ、模範とすべき国が東洋にあるぞ。ドイツ。ワオ、だから、日本は、欧米が直面しているような諸問題とは、ずっと無縁でいられてるわけなんだね。アメリカ。日本は理性的な国だよな。ヨーロッパ諸国も日本を見習ってほしい。カナダ。まさかに、ほんの難民政策を批判したい人なんていないよね。アメリカ。日本は犯罪が少なく、生活水準も高い。その理由は、やっぱり移民が少ないからなんだと思う。アメリカ。日本が2016年に受け入れた難民は28人。スマートな国ね。私は、一定数の難民を受け入れることには全然反対じゃない。だけど、本当に難民なのかは私たちには判別できないでしょ。私は白状な人間ではないし、困っている人を見れば気にかける。だけど、同時に自分たちの国の安全だって大事なの。アメリカ。日本が進んだ国だ。それは、政治家や国民が賢明だからなんだよ。イタリア。日本は、国民を守るためにかなり頑張ってるよな。俺たちの政府も、これくらい強い覚悟を持ってくれ。イギリス。日本は、自分たちの文化の価値をちゃんと分かっていて、それを絶対残していかなくちゃって考えてるんだと思う。アメリカ。国民を守る意思がある国が、まだ地球上に残っていたか。アメリカ。日本は、第二次世界大戦で、壊滅的な被害を受けたのに、それでも、今では、地球上で一番進んだ国になっている。自分たちの国のことをちゃんと考えているからだよ。ブラボーだ、日本。レバノン。偏境な考えと外国人嫌いが根底にあるんでしょ。イギリス。日本には、国を壊そうとするリベラルがいないんだろうな。アメリカ。とりあえず、日本人が、俺たちより、はるかにスマートなのは確か。カナダ。アメリカも日本くらい、認定の基準を厳しくしてほしい。難民受け入れに、積極的なヨーロッパに全部任せましょう。アメリカ。自分の子供たちが、危険にさらされることになる未来も、文化が破壊される未来も、誰も求めちゃいないんだよ。イギリス。ヨーロッパに渡った難民の振る舞いを見てみろ。各国がせっかく受け入れてくれたのに、恩を買うで返してるんだ。本当に、日本は難民を受け入れなくちゃいけないのか？俺はそうは思わないね。日本は、過去70年間相対的に安全な国だったんだ。どうして、今それを変えなくちゃいけないんだ。イギリス。ドイツも、難民申請を9割以上却下してるよ。ただし、申請者がウクライナ人の場合は。でも、シリア、アフガン、イラク、エリトリアから来たと伝えれば、9割以上の人が難民認定を受けることができるようになってる。SJW、ソーシャル、ジャスティス、ウォーリア社会正義のために戦う人にとって、ウクライナ人は、あまりお金にならないようだ。ルーマニア。モダンで、先進的な国である日本は、さすがに死を深い。欧米諸国も先を行く日本に続くんだ。アメリカ。インデペンデントは、日本は、差別的な国だとでも言いたいのか？お願いだから、ちょっと黙っててくれない？国籍不明。欧州と米国の知恵を足しても、日本にかなわないという現実。アメリカ。
日本人はアメリカの左翼政治家とは違って賢いからな。アメリカ、これが君たちが求める理想的な政府ってもんだよ。国民のことを第一に考えてるんだから。イギリス、日本はテロもないしな。基本的に単一民族の国の方が治安がいいよね。イスラム化してしまったスウェーデンとそれ以前のスウェーデンを比べれば一目瞭然。アメリカ、日本政府はちゃんと国や国民の安全を考えてる。そのことに俺は敬意を抱いてるよ。国籍不明。正直言って日本が白人の国ではないから厳しい対応でも差別って批判されない部分もあると思う。スペイン、愛がなければその国の文化を守っていくことはできない。シリアの人たちが日本社会に同化していけると本気で思える？どうして進んで文化的な自殺をしなきゃいけないんだ。アメリカ、その結果日本は世界トップクラスの安全な国のままってことか。何も悪いことはない。日本は今のままでいい。ニュージーランド、日本人の外国嫌いは称賛されるようなものじゃないと思うんだが。国籍不明。日本の移民政策は外国嫌いとは関係がない。それは君だって本当は理解してるはずだよ。アメリカ、これがアメリカだったら私も怒ったと思うけど、日本なら理解できる。日本は中東に干渉したりしてるわけじゃないから。アメリカとは違って空爆で一般市民を攻撃してないし。シリア、日本がテロの被害にほとんど遭ってない理由がわかるね。賢い人たちが審査を厳しくすることが何より大事だと思う。国籍不明。いいぞ日本。自分たちから頭痛の種を抱えることはないさ。移民クライシスの対処は世間知らずな欧州人に任せておこう。君たちが先祖から受け継いできた伝統や宗教、そして繁栄していて調和の取れた社会を日本語が読めない異宗教の人間に破壊されるようなことはさせないとね。どうか僕のアドバイスに耳を傾けてくれ。ギリシャ、国民の安全を脅かしてまで難民を受け入れる必要はないと思う。それは日本だけじゃなくどこの国であってもそうだ。国籍不明。We'll be right back.